三宅県、平野市洋人宮寺ゆうをニコイチと感じたエピソードを披露披露。こんにちは、皆さん。日本のエンターテインメントシーンは常に新たなエピソードや驚きに溢れていますが、今回は特別な瞬間をご紹介しましょう。三宅県さんが自身の YouTube ライブ配信にて、戸部所属アーティストたちが集まった初の食事会での出来事を明かしました。 その中でも、平野紫陽さんと神宮寺祐太さんについて語ったエピソードは、ファンにとって待ち望まれたものでした。三宅健さんは、食事会中に一番話していたメンバーについて、俺も意外だったけど一番喋ったのは平野だった、と明かしました。平野さんが、ちょっとした小ボケや失礼なことを言うと、 隣に座っていた神宮寺さんがいちいちちっちゃい声でボソボソと突っ込んでいたことを振り返りました。そのやりとりに対して三宅健さんはすげえ可愛くてさ、とコメント。そして二人をニコイチなんだこの人たち、と感じたそうです。HJ ラモン。面白かったなぁ。 と、平野さんとジン・ギュジさんの頭文字を取った HJ を口にして、その良いコンビネーションを振り返りました。これは、ファンにとっても嬉しい瞬間でしょう。また、話を回していた平野さんについて、三宅健さんは、面倒見いいタイプなんじゃないだから色々みんなに話しかけて、ちゃんと聞いてたよ、と褒め唱えました。そして、人見知りなのかな でもすごく頑張ってたけどね。俺も人見知りだからさ、と、平野さんと共感した瞬間もありました。ファンからの、使用予備をしてあげてほしい、という声には、三宅健さんは、使用はちょっと恥ずかしい。平野予備が慣れちゃってるから、と照れた表情を浮かべていました。このようなファンサービスの瞬間は、アーキストとファンとの絆をさらに強化するものとなりますね。 最後に、滝沢秀明氏が設立した新会社、飛べに所属するアーティストたちの交流が、ファンにとっても楽しいものとなっています。現在、三宅健さん、平野志陽さん、神宮寺ゆうたさんの他にも、7人組グループ、イムップや大統率樹さんが所属しており、これからも彼らから目が離せません。三宅健さんの YouTube ライブ配信で明かされたこのエピソードは、 ファンにとっては嬉しい驚きでした。彼らの素顔や仲の良さが垣間見える瞬間はファンとしてはたまらないものです。今後も、戸部所属アーティストたちの活動から目が離せません。そして彼らが提供する音楽やエンターテイメントが私たちの日常に彩りを添えてくれることでしょう。結論。 三宅健さんの YouTube ライブ配信で明かされた平野紫耀さんと神宮寺ゆ太さんのエピソードはファンにとって嬉しい驚きでした。アーティストたちの素顔や仲の良さが垣間見え、戸部所属アーティストたちの交流がファンにとっても楽しいものとなりました。これからも彼らの活動から目が離せません。 彼らが提供する音楽やエンターテイメントが私たちの日常に彩りを添えてくれることでしょう。読者への挨拶、最後までお読みいただきありがとうございました。三宅健さん、平野志耀さん、神宮寺ゆ太さんの素敵なエピソードを共に楽しめたことを願っています。今後もエンターテイメントの世界から目が離せないことでしょう。どうぞ素晴らしい日をお過ごしください。